フルメイト。イエス。ナイスです。リンゴさん多分エレキから右行ったんちゃうから、はたさこ現行犯アーカイブリンゴさん4の、じゃあまあ上行ったか。一応俺貨物で停電待機即直ししてレポートしたからマットはないです、うんうん、お前さんにそっちの方行ってもらっ行ってるのは見られてるはず。停電前キッチンにいてキッチン請求エレキだから対抗です。シンプル OK。これまあとりあえずリンゴさん対抗ね。うん、エレキガチャガチャしてるときリンゴさんが8番にいたのは覚えてる。テさん左側ね見てない。エンジン、コックピット、武器庫、キッチン、展望あたり見てない。プテはねシャワーぐらいです。シャワーそれこそアーカイブの俺が入る頃ぐらいですれ違って気が定かではないので取り消します。はい。オマってシャワーでゴミ捨てしてたっけ。してました。一回ドアに座れてその後ゴミ捨てして、その時いやでもいや絶対それ違ってるわ。スナパイさんと同じぐらいのタイミングでプテも来たはず。上からいたような気するな。俺いたような気するっすよね。俺はねリンゴさんをエレキの8番に置いた状態でメインシャワーって移動してアーカイブの助けやってる時に確かプテオマの順いや同時ぐらいに見たはず。多分ねプテは下ってんすよそのままシャワーの方を。そうだね多分。オクタスクやってるとかメイン行ってるとかは分かんない。分かんない分かんない。もう上でしか見てないシャワーの。俺もゴミ捨てしてすぐにアーカイブラウンジって言ってるから、うん、完全で、あ、うん、でリンゴさんをその道中で俺が見てないからそっちに行ってるんやったら右回りで行ったんかなって思ってたぐらい。ちょっとごめんなさい別件なんだけどリンさん移動経路教えてもらっていいですか。はい、移動経路はエンジン脇で僕と一緒にキッチンで果たす、ん？エンジン脇僕と一緒だったじゃないですか。エンジン脇でコックピットに行ってコックピットから出るときに果たさこさん、いざったどっちかで、うん、はい、はい、コックピットからだから行けない届かない。コックピットにいたのは見たんですけど、おめけんとリンさんから届かなそうって言ってほしかったけど言わない。どうだろう分かんないな。言わない言わない言わない。アッコさんいるね今日。はい、はい、まあ思考だけ落としておきます。畑さんがそのあたりで最初の死人があるんやったら俺視点は死体運べるインポスターじゃないイビルハッカーの方かなと思うんで、まあ、俺視点は残ってんのは死体運べるやつ弁当入れないやつだけになります。
だけ、うん、おまおじってハタサコは見たの？見てないっすね。ハタサコはね、序盤に左いたのは間違いないよ。おまおじってどう移動してる？アナと、さっきも言ったようにゴミ捨ての後アーカイブラウンジとラウンジで移動すれ違って貨物まで行きました。伊豆さんってその現行犯みたいなカメラで見たっていう主張でいいですか？いや、アーカイブで見ました。目の前で本拾うところで、うん、まあ停電中やから。じゃあ武器庫で高垣くんとリーさんとかすれ違ってるのかな？武器庫、いや、コックピットコックピットに入る、うん、出入り口付近ですれ違ってはいる。そう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 、そこです、そこです。うーん、はいか。テさんがメインかシャワー奥かその辺あたりっぽい。ちょっと待って、リンゴさんってどっから来たんや？俺もこれ僕停電待機してる時に誰か貨物下から上に上がってた人物がいるんですけど、リンゴさんちゃうか？リンゴさんともすれ違ってるかもね。俺リンゴさんなんか、俺リンゴさんかな？リンゴさんともすれ違ってるわ。そうや、俺トイレの時にすれ違ってるわ。何しとんねん忘れちゃった。そういうことでもリンゴさんの現行犯は旗底なんだよね、伊豆さん。あ、絶対大丈夫、立ってる死体見た。まあなんか進まなそうやが、このターンは多分 俺かスキップのラインになると思うけど、もし俺を釣るんであれば先にハタさんを釣ってるから、基本的にハタさん黒目で見てほしい。もう俺これ釣られる前提の話ね、今遺言的な話で。でハタさん人外前提で見るんやったら、さっき言ったように死体を運べるインポスターしか残らへんから、俺を白で見てくれるんやったら弁当容疑は今後疑わなくて大丈夫。うん、とだけ落としておきます。そっかそっか、はい、ドラマット。おお、ちゃんと入る。強制させていいかも。俺スキップ。俺スキップ。俺スキップ。はーい、残り全部俺。で、俺停電直してるんでマットもないです。はいよ、はい。シャーテシャーテ。だあ昇降機右。これリンさんの死体発見ですか？水色で。今レポートだったと思うよ。リンゴマーじゃない？おまおじさんの死体だったら展望デッキになります。ああ、そんな位置にあるの？展望デッキで光ってる。どっちが先っぽい？昇降機右。おまおじさんのデッドを見て、私はずーっとレポート連打しながら探してて、じゃあおまおじが先、あ、貨物ランチャーあたり証拠を見るっていう感じです。俺ゲンさんとバイタル付近ですれ違ったじゃないですか。はいはい。でそれで俺バイタル見たら2人とも死んでたんですよ。でゲンさんがおまおじさんだけ死んでるの見てるんだったらリンさんの方が後、うん、ゲンさんってはいどうやって発見ですかこれ。え、赤いから証拠右に入ってすぐ。え、あ、対抗だ。じゃあ対抗、
アーカイブを死体発見して探してる時にゲンさんその時に昇降機右入った姿俺絶対見てるから、そっから俺高垣くんと一緒にラウンジ行ってトイレ全部開けてラウンジ右回り給油まで行って金庫のとこまで行けてるから、ゲンさんのレポートが遅すぎる。それマットの可能性ある？まあ、ある全然ある、全然あるけど絶対対抗、うん、100%対抗。高垣の視点でゲンさんは切れる人なんですか？切れる人です。ああそうか、ちな白出ないと思う俺、序盤にしか人に会ってない。うわーこれやばいな、情報マジでないな。タスクアット2、いや無理無理、タスク無理無理無理。梅健さん、梅健さんって他にどなたかと会ってます？私はアーカイブで梅健さんと会ったのは確かに覚えてるけど、もっと後だったエレキで。エレキで赤目田さんと2回会ったのと、シャワーから合流してアーカイブで健さんと高垣くんと会って。いやーどうなんだろう、源さんがマットだったら高垣っぽいとは思っているけど。あごめん、俺多分信用されないと思うけどシェイフです。で、停電2回直してる。マジ？うわうわこれどうする？うわー、俺はゲンさんに傾いてる。いやまあ人外っぽさはあるよねそりゃ。いやマットエドだったら停電中にレポートしませんって。ゲンさんより優先してスナパイさん行ける理由がねえわ。え俺怪しいんだ、まあしゃあないから。いやまあ浮いてるからね。まあね。いやーまあまあダメだ。もう高垣が新シェリフならもうぶっぱしてほしい。ぶっぱするしかない。これ誰だ。わかんねえ。おお、頑張れ。さあ高垣、道連れが高垣だったら GG やね。道連れは、バイタロ生きてる、生きてる、生きてる、さん生きてます。どうだこれ。でもただ、スナパイさん引き取るだからな。リアクターが血が丸いか。ああ確かに。丸そう。これでもベント入れないから難しいよちょっと。あ確かにベント入れへんのか。あすか、ベント入れへんの怖いなこれ。あの、やばい、あーあでも、でも、いける、あーあーナイス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 ナ